はい、それでは今日は、ベッドの紹介をしたいと思います。これはあの日本生まれの技術で隔離ベッド栽培って言います。うちでやってます。このベッドで、蒸気消毒をしながら1年でメロンを 4.5 回転します。このベッドの紹介をします。これアルミでできてます。このベッド、これね、完全に 空中に隔離されてます。下から見ると、まああの長いプランター栽培みたいなもんです。この中の決まったこの土で栽培するので、水分のコントロールとあの水のコントロールがあのしやすい、容易にできる。で、水を切ったりとか水をあげたりとかっていうのもあのきめ細かくコントロールができる作業だと思います。で、このベッドの紹介っていうと、まず特徴的なのはこれ、あのここから蒸気を送り込んで、あのこのベッドの土を蒸気で殺菌消毒できるようになってます。ここから蒸気を送ると、こういう穴から蒸気が出てくる。ここが穴が開いてる。で、この底が山形になってて、こう 山になってて、こうサイドに水がかかりすぎるとサイドに流れていって、こう穴からかかりすぎた水が出るようになってます。なので、水切れもよくコントロールしやすいです。今盛りに農業界結構オランダの技術だなんだって言って、結構そういうのを売り込んだり販売してる業者とかもあるんだけど、これ日本で生まれたこの隔離ベッド栽培っていう技術、非常にずっと、もう僕27、8年メロン栽培やってるんだけど、なんていうのかな、欠点がない、非常にいい方法です。土も育てながら、これ入ってるの、ね、粘土質の田んぼからあげた土で、その土に有機肥料を入れて蒸気消毒と連作繰り返しながら土もこう成長させてって、ふかふかな土になります。ふかふか。もう定着したらすぐ活着しちゃう、もう非常にいい。唯一難点といえば、導入コストが非常に高い。このアルミベッドがだいたい、僕が買った時で1メーター7000円だったので、これ1本20メーターあるので14メーター。それでちょっとイメージしたら意外といけんじゃねって思うのかもしれないけど、これがこの部屋だけで8列あるので、結構な金額になってきます。まあその分導入してしまえばもう20年30年ずっとアルミなので持つのでいいんですけど、初期投資がすごく高い。あとそれだけじゃなくて、これにこのベッド栽培やるに欠かせないのが蒸気消毒なんだけど、やっぱりその蒸気ボイラーも300万とかするので、まあ、だからその初期投資だけどうにかなれば、この栽培方法は坪単価上げる栽培をするんであれば非常にいい方法です。家庭菜園とかでもしやるんであれば、まあプランター栽培とほぼ同じなので、プランター栽培をしてる方の、参考にもなればなと思って、これからまたどんどんメロンの定食から収穫までの作業の様子を、随時
載せていきたいと思うので、よろしくお願いします。今日は以上です。